あの頃の俺には何もかも煩わしかった。白井さんは女いるんですか？ああ、いないね。ただ働いて、ただ死んでいく、それが残りの人生だと思ってた。何よ、知ってんの？私たち知り合い。白桃足の球は知ってる？足と足をガッと繋いでさ、くるっくる回りながら落下すんの。すごいね。本当に恋に落ちんの。こいつただのやりますよ。奥さんが子供の顔に枕を押し付けてたんだよ。俺が悪かったんだろうけど。そりゃそうでしょ。お前に何が分かんだよ。あんたには何が分かんのよ。分かんないから奥さんの頭がおかしくなったんでしょ。人生いい時ばっかりじゃない。でもそれを乗り越えないとやっていけないぞ。何言ってんのよ。学校の外にはな、おめえが思ってるよりいろんな人間がいるんだ。私ほら、いいしていいんだよ。いいなって。今日から自分が変われるかもしれないって思ったら、もう死んだみたいに生きなくてもいいって思うな。サトシ、狂った俺とお前と一緒に生きてみないか。